京谷秋を1月6日から1996年5月6日は、日本の農水官僚、水産庁長官、食料庁長官、農林水産事務次官、日本中央競馬会理事長。青森県出身二人目の事務次官。青森県八戸市生まれ。八戸市立、第二中学校、青森県立八戸高等学校。 東京大学法学部を経て1958年に農林省入省。三重県農政課長、農林水産省畜産局長、水産庁長官、食糧庁長,長官などを経て1992年事務次官に就任。退官後、1995年に日本中央競馬会理事長に就任。在任中には日本中央競馬会として、 初めての女性ジョッキーを誕生させるなどの功績を残した。また、スーパー乙女が旧車から逃げ出して、首都高速道路を走った問題などの収集に追われた。中央競馬のアラブ競争廃止などの大問題にも決着をつけた。だが在任中の1996年に入院、同年5月6日に心不全のため、千葉県鴨川市の亀田総合病院で死去、去年60。 五国寺にて中央競馬改装が行われた。1980年代の牛肉の輸入自由化交渉を担当。タフネゴシエーターぶりを発揮し、ダースベーダーの異名を取った。また、米の輸入自由化問題でも日本側の中心的存在だった。ありがとうございます。